Japanese. Yo, 恥ずかしい、ザキ。スロー。ワースライブです。よっしゃっしゃー。おーい。ヤング。突然なんですけども、皆さん、8って知ってますか？みんな、8で想像するもの言ってください。はい、ドラクエ。それ、ドラクエ8。関ジャニ。それ、関ジャニ8。まあ、僕が想像するのは一つだけです。ビリヤードのボールっつって。それ、8ボール。スティッシュのモチーフ。8といえば、防水ですよね、皆さん。今流行りの。はい。今流行りじゃねえんだよ。もう遅いぐらいですけどね。正直言って、別にそれ嫌いとかじゃないんですよ。シンプルに。はい。うん、シンプルに、あんまり聞かないねってだけであって、J-POP とか全然聞かないので、今日はね、勉強会と言いますか、PV をね、どんな感じなのかなって見てみたいと思います。簡単に言ったらリアクション動画ですよね。まあ別に、ルールとか、そういうのはないです。注意事項とかあるんですか？え？じゃあスローからね。そうだね、注意事項を。じゃあスローボイクから、ね、注意事項か、うん、俺らが気をつけるべきこと、うん、まあそう、ああこの PV はやっぱね、俺らが普段聴かないような日本の曲だから、うん、そうですね、あんまりバカにしたりとか絶対しちゃダメだよ、間違いない。これ好きな人だっているわけだから。いや、絶対いるでしょ。好きな人でしかない、うん、だから好きな人がいるのに、何この曲ダッサーとかさ、うわマジかこんな曲聴きたくねえわみたいな、その自分の主観を落ち着けるようなことをした場合ね。はい、はい、返事して、はい、せーの、分かった人、はい、早速行っていきたいと思いますと、見ますよ、もう早く見てほしいんだよ。行きます、よっちゃろ、ゴー。あ、別の人、あ、座っ、女性、女出てきたよ。女性は聞いてない。夜中にいきなりさ、いつ会いけるのって LINE。 待って待って、歌詞聞いてた、俺びっくりしちゃったんだけど。夜中にいつ会いてる、いきなりさ、いきなりさ飛ばすなよ。想像してみて、はい、夜中です。でも自分がこう、なんだろうな、まあ、ベッドの上にいますよ。いつ会いてるのって LINE 来る。夜中にいきなりだよ。ね、スロー再現してみようよ。まあ、そういうことよね。スローがやられたらの時でいい。携帯を見た時の反応のやつ。いきなりさ、いつ会いてるのって LINE。 うわっ。君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの、うん、会ってなかったんです。長くない？てか3年会ってない人から夜中 LINE 来られた時の話やってみようじゃん。確かにさっきは3年っていうのは分かってないですよ。分かんない。君とはもう3年、あ、来たのかな、もしかして。誰かな、あの、見るわ。うわっ、でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。お前クズだったのか。クズな、お前。人を傷つけてまた泣かせても、何も感じ取れなくて。ひどいやつだな。サイコパスじゃない？何も感じないんだよ。人傷つけてさ泣かせてんだよ。でもでもこれだよ、何も感じないの。じゃあザキでやってみよう一回。何も感じないから。スローがいつも攻撃してるじゃん。そう、人を傷つけてまた泣かせても。なんだこいつ、何も感じてなさそうだね。でも怒りを感じてるよ。でしょ、何かを感じるわけでしょ。それじゃやれっつったの。傷つけて泣くだろお前。泣けや。ちょ、もう一回言っていい？もう一回やった方がいい。うん、確かに。ちゃんと再現しなきゃ。再現してほしいってことね。人傷つけるじゃん。で、うれぇ！うわぁつって泣けや！そこで、ごめんね。別に君を求めてないけど、ね、君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。これはダメでしょ、ドルガバのせいにしよう。もうね、そういう人ダメ。自分のことをさ、人のせいにするのはマジで時間の無駄。おぉ、いや、何か9個、トゥールトゥットゥ使わない。どうしたの、どうしたのって。いきなりさ、タバコなんか加え出して。ちょっといいですか、この人言ってる意味わかりますよ。どうしたの、うん、いきなりタバコなんか加えてって。なんか例えばさ、女の子がさ、前までそういう人じゃなかったって言ったらだけど、確かにいきなりタバコ加えたらさ、おおおおい、おおおってなるよね。タバコ吸ってる女性どうすか。俺でも全然 OK。 おいいな。人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ。なるほどね。ちょっとなんか寂しいね。これは年齢層で言うとどこの年齢層に当たるんだろうね。59じゃない。82から94だと思った。2兆歳ぐらいかなと思った。俺1歳かと思った。いや
だからタッタタラッタッタおおおおおこの感じかと思う。もう片方誰君のドルチェ&ガバナの香水が思い出させる。あ、おぉこのバージョンもあったんだ。思い出させる。下手くそ。歌っていいっすか、じゃあ俺、うん、おぉマジで。だって兄ちゃんで一応歌うまいって言ってんじゃん。じゃあ一回別にから歌ってみて。ザキルでエイト香水です。はい、せーの、あああ、あ、何の香水別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。ボリー、いや、カザフスタンの香水これ髪の毛切った方がいいよ。いや、いや、トゲあるな。トゲありました、すいませんでした。はい、行こう。こんなに時間使って暇ね、うちらは。うちら別に君を求めてがバナのその僕がぶられるんだ。寂しい。まだ未練あるってこと。あれ、これ男目線だよね、多分、うん、なんかちょっとあれじゃねえか、女っぽくねえか。ちょっとメンヘラチックスね、うん、悪く言ったらめめしいよ。うそうですね。それゴールデンボンバー、それめめしくて辛いよ。それダルビッシュ、それユウじゃない方、ダルビッシュケンジみたいなやつ、あの白塗りの。終わるね。ああ、最後やっぱあまり何別に。ああ、一人ずつ感想を言いますか。やだ、おい来たろう。それネズミ親父、目玉親父じゃあザキルから言います。まずめちゃくちゃいい曲です。ありがとうございました。歌詞を聴いていて、なんかとても考えさせられるような曲であったなと思いましたね。少なくとも僕はこういう体験はしてこなかったので、聴いていて楽しかったです。すみません、ありがとうございます。何がするスローは共感できる人も少なからずいるんだよ。めちゃめちゃいるんじゃないですか。そういう人たちにはすごい刺さる曲なんじゃない。スリムは、スリム個人的な意見になりますが、高校生くらいかな、そのくらいから恋というものをしてないです。で、まあ大学生になってもう3年かな、大学に友達はおらず、大学の中でも一番かっこよくないタイプの一匹狼ってタイプを取得してたんだ。タイみたいには言わないですけど、唯一一人だけいる友達とずっと、過ごしてきました。人との距離っていうものを極限まで減らして、やったスリムですが、エイトさんの香水を聞いて、そうですね、彼女欲しくなりました。香水のせいだよ。募集中です。